分にも攻め込まれるサガン。高萩がサイドチェンジ。その先にいたのは佐藤久人。スーパーゴールを決められてしまいました。サガン失点。このシュートはね、はい、いやもうコース、そのともにもうちょっとね、はい、考えられないようなシュートですよね。驚きました、本当に。いやびっくりしましたね。ここからですけれども、本当にいい隅ですから、はい、なかなか厳しいですよね、キーパーにとってはね。